はいどうも、とっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回トリコから食材を牛耳る悪の軍団、美食界のまだ紹介しきれていない役職を持つキャラを見ていきたいと思います。まだそんなにキャラがいるの？今までにボスのミドラをはじめ、総料理長、総料理長補佐、3人の料理長、3人の副料理長、6人の支部長、そして裏切り者などを紹介してきましたが、今回はこちらで紹介しきれていないメンバーとなります。それでは早速見ていきましょう。ギャルソン、アルファロ。美食界ギャルソン、ミドラの側近を務め、様々な任務を秘密裏に行います。ギャルソン、そんな役職があるのか。純白の肌、大きな鼻、8本の腕が特徴で、黒のタキシードと紺のマントを身につけています。冷静沈着な性格で、ミドラへの高い忠誠心を持ちます。グルメ界に入れる実力者で、8本の腕を駆使し、皿を手裏剣のように縦横無尽に投げることで敵を細切れにします。皿を投げるのか、ギャルソンだからかな。グルメ界編では凄まじい切れ味を誇る金の皿を使うようになっていました。ちなみにセツノンとは、今の地位に着く前からの顔見知りのようです。扱っていた技は、皿手裏剣、8枚の皿を投げて相手を細切れにする、ヘルボロスやパラサイトエンペラーに使用しバラバラにしていました。以上になります。作中の活躍では、センチュリースープのあるアイスヘルを訪れ、トニーロッドたちを迎えに現れていました。そして上空で戦っていたヘルボロスとパラサイトエンペラーをバラバラにしており、トニーロッドの敗北を聞いてトリコたちにとどめを刺すべく氷山に向かおうとしていましたが、現れた刹那に行く手を阻まれ、戦おうとしていましたが、すべての皿を割られてしまい、センチュリースープを持ち帰ることを最優先に考え、潔く身を引いていました。あんな顔見せられたら帰るしかないわな。その後、持ち帰ったセンチュリースープをボスのミドラに献上しており、細胞のレベルが上がったにもかかわらず、表情が何一つ崩れなかったボスを見て驚いていました。センチュリースープで意味がこぼれないんだったら頭抱えるわ。大ゼロメンバーとの戦争ではニュースを手に入れるべく、ニトロを連れて職域の森を訪れ、メガロドラス、ゴブリンラモンと交戦していました。その後、グルメ界に向かった幹部の中でただ一人本部に帰還しており、小松が作った手料理を食べたボスが大笑いをした姿を見てあっけに取られていました。センチュリースープでダメだったのにこんだけ笑われると呆然となるわ。その後、ミドラと共にネオのアジトに乗り込んで金の皿で上場の舌を切り刻んでいました。そしてミドラが放ったメテオスパイスによるアジト崩落に巻き込まれてしまい、生死不明となっていましたが、その後は無事だったようで、最終決戦後はトリコとリンの結婚式に招待されていました。ソムリエール、リモン。美食界ソムリエール。美食界における地位や役割は不明ですが、支部長たちを凌駕する力を持ち、グルメ界に届きうる逸材として一目置かれる存在。ボビコンスタイルの長髪の美女で、顔の両側に入れ墨をしています。美食界に女性って珍しいな。死のソムリエールの異名を持ち、受けたダメージを熟成して相手に返す技を使用します。扱っていた技は、ダメージテイスティング、体内熟成、回線。受けたダメージをテイスティングし、体内で増幅させて相手に返す。以上になります。作中の活躍では、アルファロがセンチュリースープをボスに献上した際に、名前と後ろ姿だけ登場しており、もう少しでグルメ界に入れると評されていました。キングフェスティバルでの戦争では、フェスに出場する料理人をさらうために出撃し、グルメヤクザたちと交戦していましたが、その後の消息、生死は不明となっていました。支部長より強い女性の活躍、もうちょっと見てみたかったな。バーテンダー、ハラム。美食界バーテンダー、ミドラの口に合うカクテルを模索しています。バーテンダーまでいたのか。とっくりのような体型をしており、頭部には角のような2本の突起があり、ではなく、全身真っ黒で白で縁取られた顔には大きな穴が開いています。これ別の生き物に見えるな。作中の活躍では、美食界総本部に乗り込んできた一流を他の幹部たちと共に迎え撃ち、一流が引力を放った時には他の幹部たちと同じく体を引っ張られていました。その後の大ゼロビオトープメンバーとの戦争では、アースを手に入れるべく、カイトラ、マミーマロンと共にグルメの園を訪れ、予作、マナンと戦っており、その後の消息、生死は不明となっていました。食品開発室長、マミーマロン。美食界食品開発室長、
美食界の料理人としては主にデザートを担当。縦ロールの茶髪の髪型と埴輪のようなシンプルな顔が特徴。白のコックボート調理服を身につけています。またなんかすごい見た目だな。作中の活躍では、美食界総本部に乗り込んできた一流お茶の幹部たちと共に迎え撃っていましたが、ミドラが現れたため戦うことはありませんでした。その後の大ゼロビオトープメンバーとの戦争では、アースを手に入れるべく、カイトラ、ファラムと共にグルメの園を訪れ、予作、マナンと戦っており、その後の消息、生死は不明となっていました。食品管理室長、ザラギラ。美食界食品管理室長。美食界の食材の管理を一挙に任される食品管理の達人。達人なんだ。悪魔のような姿をした筋肉質の男で、3本の角と尻尾を持つ。肌の色は濁った青色で一切の衣服を身につけておらず、人間とはかけ離れた姿をしています。こんな姿で食材の管理任されてるのか。衛生面どうなってんだよ。手だれの料理人を軽々と倒すほどの実力者。戦闘には尻尾が用いられるようで、霊春の体を尻尾で突き刺していました。作中の活躍では、キングフェスでの戦争で登場し、皇族部隊として出現していました。レッドニトロに料理人を捕らえる指示を出し、自らも霊春を倒しており銃に放り込んでいました。その後はグルと共にゼブラに挑んでいましたが、ボイスプレスで体を押しつぶされあっさり死亡していました。めっちゃへこんでんな。スカウトマン、グル、美食界スカウトマン、スカウトマン、スカウトといっても勧誘ではなく、腕力で相手を誘拐します。スカウトとは、濁った緑色の肌と、鳥のような顔、血管の浮き出た筋肉質の体が特徴。マントとカボチャのようなズボンを身につけています。武闘派の料理人たちをパンチ一発で軽々倒すほどの実力者。作中の活躍では、キングフェスでの戦争で登場し、皇族部隊として出現していました。レッドニトロに料理人を捕らえる指示を出し、自らも力也と友人を倒して捕らえていました。その後はザラギラと二人がかりでゼブラに挑んでいましたが、ビートパンチで体内組織を破壊されてしまい死亡しました。ビートパンチ恐るべし。美食界第6支部、米、食料調達チームの一員。服装は常にパンツ一丁、服は緑色で、全身に血管が浮き出た姿をしています。キモい。見た目の醜悪さに違わず性格も下劣かつ残忍で、理由もなく生き物の命を奪います。食べ物の趣味が悪いため雑食のベイの異名を持ち、お尻虫をあえて部屋に放し、逃げ回るお尻虫を捕まえて食べることを好みます。お尻虫がかわいそうだ。作中の活躍では、ジュエルミート奪取のため他のメンバーがリーガルマンモスを見つけるまでの時間稼ぎを目的に、ドヘム大統領の皮をかぶった緑色の GT ロボでグルメコロシアムに侵入していました。マンサムを不意打ちで倒しており、出産直後のバトルウルフを無益に殺害。性格悪いな。しかしこの行為がトリコの怒りを買ってしまい、一点集中5連アイスピック釘パンチをレーザー発射口に打ち込まれてロボを破壊されていました。クッキングフェスでの戦争では、頭部に3本の小さなトゲが生えて登場。クッキングアイランドに現れ、ライパー、動作と共に凛と戦っていましたが、フレグランスソードの前に敗れたと思われます。その後の消息生死は不明となっていました。美食界第6支部、動作。美食界第6支部の一員、通称野人。紫色の毛皮に覆われた野獣のような姿をしています。作中の活躍では、名前だけ登場し、黒色の GT ロボを用いてリーガル島へと赴いていましたが、すぐにスター順に操縦を交代させられ前線離脱。その後は任務失敗の責任を取らされ、他の支部員ともども黒窓に半殺しにされました。連帯責任か。何もしてないのにかわいそうだな。その後、クッキングフェスティバルでの戦争で本格的に初登場し、ベイ、ライパーと共に凛と戦っていましたが、フレグランスソードの前に倒れ、その後の消息、生死は不明となっていました。美食界第6支部、ライパー。美食界第6支部の一員、通称怪人。怒りに任せて殺戮を楽しむ乱暴者で、本能のままに戦う姿からその異名が付けられていました。第6支部変なやつばっかりだな。凶悪な顔をしたスキンヘッドの男で、顔と肩に入れ墨が入っています。作中の活躍では、ジュエルミート争奪戦に参加し、黒紫色の重装甲型 GT ロボを用いてリーガル島へと赴き、リーガル高原でマンモスにロボを踏み潰され、通りかかったギドに助けを求めていましたが、
手柄の独り占めを目論む義堂にとどめを刺されて戦線離脱。哀れだ。その後は任務失敗の責任を取らされ、他の支部員ともども黒窓に半殺しにされていました。あ、哀れだ。その後、クッキングフェスティバルでの戦争で背中に巨大な白い翼が生えており、米、同佐とともに凛と戦っていましたが、その後の消息、生死は不明となっていました。料理人、バイル、白毛のゴリラのような姿をした獣人で、ヒョウ柄のパンツ一枚だけを身につけています。料理人なのか。グルメ界に入れる実力者であり、格上にも果敢に挑む血気盛んな性格です。もうリアルゴリラじゃん。捕獲レベル〇〇って書いててもおかしくない見た目。作中の活躍では、美食会総本部に乗り込んできた一流を他の幹部たちと迎え撃ち、一流に勝負を挑むべく先陣を切って崖から飛び降りていましたが、一流に動きを止められ、そのまま崖の上に戻されていました。せっかく先陣を切って突っ込んだのに虚しいな。そして総本部崩壊後の消息は不明となっていました。料理人、ムミムミ。美食界の下っ端料理人。黒の調理棒と調理服を身につけており、ゴブリンのような外見。ムミムミって、名前の発音がしにくいな。ネオに美食界総本部を攻撃された際に負傷し、満身創痍の状態でこれまでの惨劇をスター順に報告していました。以上になります。いかがでしたでしょうか。今回紹介する以外のキャラクターにも、名称不明の幹部が多数おり、中にはグルメ界レベルの実力者もいるようです。まだこんな奴らが他にもいるのか。美食界にはこんなにもいろんな役職があったんだな。まあとにかくアルファロの存在感よ。最初出てきた時ボスの側近とか書いてあって、当時捕獲レベルがめちゃくそ高かったヘルボロスとパラサイトエンペラーをバラバラにしたのやばすぎたね。いとも簡単に倒してたね。この世界で上には上がいると容易に想像できる場面だったな。シチュエーションうまいよね。あと他のメンバーは目立った活躍はあんまりなかったけど、キャラのイアンパクトが強すぎて記憶には残っているんだよね。見た目の印象もイアンパクト強すぎるけど、死に様もイアンパクト強かったからね。忘れられないよね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。